ストローで吹くと、くるくると優雅に回るくるくる富士山を作ります。青と白の折り紙を使います。まず全体を半分に折ります。白い面が表に出るようにしてください。開きます。また90度回して半分に折ります。この時も白い面が表に出ます。今度は白い面を上に広げ、全体を三角に。この時は青い面が上に出るように三角に折ってください。開きます。90度回し、また全体を三角に折ります。開きます。角を中央に折り、折り筋をつけ広げ、角をこの折り筋に合わせて折り、さらに畳みます。同様に他の角も真ん中に合わせて折り、折り筋をつけ広げ、角を折り筋に、そして畳みます。角を中央に、折り筋をつけ広げ、角を折り筋に畳みます。角を中央へ、折り筋をつけ広げ、角を折り筋に、そして畳みます。このような枠のような形を作ります。全体を持ち上げ、このように X 型に閉じます。三角形の形に潰しておいて、角をこの縁まで折り、折り筋をつけます。一旦戻してひっくり返して、こちら側にも折り、しっかりと折り筋をつけます。一旦このように四角に広げ、この部分中にへこませます。へこませて、このように X 型に潰します。こうすることで富士山の頭が出来上がります。あとはしっかり形を整えて、これでくるくる富士山の完成です。机に置いてこの部分をストローで吹けば、くるくると優雅に回ります。ぜひ作ってみてください。